サボサです、ちょっと以上こんばんは。福フェスお疲れ様、ありがとうございます。ヘタレの衣装がすごく良かった。確かに久しぶりに来たかもしれない。私配信する前にとある方に連絡するのを忘れてました。あ連絡露出、そう、パセリ最近髪の毛を切ったパセリです。そうです、今日はアイコと最後の最後の露出です多分そう多分です多分ないよね、イベント。最後の多分でも入るかもしれん、何かあった、なんかあるかもしれんけど、今のところ感じです、はい、早い。福フェス楽しかったです。私は実は初出演でした。何回目パセリは？3回目。そっか、そう最後に、そう、最初で最後です今日はアイコの素敵な服があります。なんか初ポジションばっかりで楽しかったけど、なんかすごいドキドキがすごかった。12人バージョンってすることないから。そうなんかさ、前の資料見たらさ、ジャイこって書いてあって、あったなーみたいなそんな時もあったなーって感じ。ちょっと待って、水が永遠にあかん頑張れ、無理。よいしょ。あ、そうだか、みんなさん、そうじゃ、うわっ、今日さ、あかりんさんがさ、2期生の一番お姉さんの愛子が紹介してて、そうやった、言っとったらしい私は人ごとの顔してた同じようなもんだよ、でもなんかすごいあれよね、あかりんさんなりに、そのなんていうかな、あの歌割りとかすごい考えてくれたんやろうなっていう感じ。あ、やばい、今めまいがした。やばい、大丈夫あれ、私今日食べてないもんそう、さっきちょっとね食べてたんよね。全部食べた？スープは食べ終わった。スープを、なんか難しいよね、食べる量。確かに。あ、私はドリアを食べて、いやー、こんばんは。今日はね、サブウェイだったんですよ。サブウェイ、パ
生何したん？サブウェイ。エビアボカド。エビアボカド？うん。最高。私はエビ玉。あ、あかりんさんと。あ、そうそうそう。なんかあかりんさんが隣で、玉ねぎ？玉ねぎは抜いてあるけどトマトは入ってるって言って、なんかトマトを抜いて欲しかったって言って。うん、でもさ、サブウェイってさ、野菜とかがその入っとるのがさ、うん、結構醍醐味よね。なんかいろいろヘルシーなのが醍醐味、うん、そうなんですけど、結構多かったよね。なんか多かったね。みんなさ、うん、これ抜きみたいな、あー、リクエストしてる人いっぱいいた。うん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 、オニオン抜きとかなんとか抜きとか、うん、みんな意外とあるんやね、好き嫌い。私も難しいから、ね、うん、確かに。私行ったことないよね、サブウェイ。私も1回しかない。あ、そうなん、うん、しかもお母さんと一緒に行ったことしかない。あ、緊張する。そっか、緊張するらしいね。なんか圧っていうか。え、そうだ。なんかさ、スタバとかもさ、うん、緊張する。わかる。なんかめっちゃ平気なふりして頼みよる、頼んだりするけど。本当？うん。みんなそう。うん。頼むけど、なんかさ、正直まだこう何択かあってどうしようかなみたいな時に、なんか注文決まってる方はどうぞみたいな感じで言われて、あ、やばい、もういかなみたいな感じで、ってなっとったらなんか緊張する。でサイズとかも。あ、トールでみたいな。わかる。うん、ちょっと決まっとるなんか、ちょっと面白い。面白い。緊張するお店。スタバ、サブウェイ。待って、後ろのキューティーコア、ゴールド、アルファが見えたらしい。ちょっとリアル。ちょっとリアルでした。見てました。はい。体の全体の疲れ、だるさに、うん、アイドルも飲みます。飲みます。明日があるからね。そうですよ、うん、明日私たちは頑張るために、3回目で当日券あり、イエーイ。私めっちゃね、低く見積もっとって10人来たらいいぐらい。あんまりさ、うん、超えませんみたいな、うん、人がやっぱ多いけどさ、うん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 、不安な気持ち。そう、ね、そうだよね。平日っていうのがちょっと、でもまだいい方やん。平日夜、ね、昼だもん。お昼よ。みんな来れないっていう言葉はもう使わないで、悲しくなる。あの卒業公演に撮っといて、みんな。あ、そうやね。来れないっていう人は卒業公演に絶対来てください。有給使って。うん。お願いします。お願いします。お願いします。あ、ちょっとドリア食べたくなってきた。片手で片手で食べよう。なんか立てかけるやつ、なんか微妙なんね。あ、いいもの見つけた。ティッシュの、いつもと違う、みんなが普段日常を過ごしている姿を見ちゃった、うん、どっちが仮の姿か分かんないけど、普段の姿が本来か分かんないけど、ヤミヤミヤミ、
うん、特典会も何回も来てくださる方とかいらっしゃいました。みんな個性、ポーズの個性がすごかったですよ。そう、今日特別です。よう生きる飼い主姿もう疲れ様や、みんな毎日あ、そういうアーカイブで見返せます。私も見ました。もう見た楽屋で終わった瞬間アーカイブ見始めた。あいこと一緒に一緒に見てって言ってある曲を一緒に見ました。さっきも一人で見たから、もう超絶綺麗なフォーメーションやった。あれはあの映りはどこで映ってるか難しかった。いっぱいカメラあった。うん、気づいたら抜かれてました。アーカイブ、え、ニコ生、うん、の、うん、やつから見てね。頭が寒いの違うよバサバサだから。いや私もね思ったんですよ、一瞬これでやるかって思ったけど、うん、まあいいやっていう、もう素の状態ですよ。ドリアを食べるし、ちょっと歌入り間違えた。そう、あれでしょ、違う、記録記録リバー良かった、やった、緊張したな。でもヘビロテもできて嬉しかった。何気にやったことなかったもんね。うん、しかもさ、ペアだったよね。あ、そう、ね、しかもレッスンの時さ、なんか、え、一昨日か、うん、あの、いつも聞いてたのところがさ、うん、もう、忘れとってめちゃくちゃなっとったよね。やばかったね今日はできましたよ。やったー。右、左、足、足、そう、ペアでしたね。うん、生きここ生きここもなんか私、うん、もう覚えてないぐらい。シンポジだったよね。そう、シンポだった。緊張したよ。うん、うまい。お疲れ様でした、はい、みんな参考時だったな。12人バージョンだから、なんか息をする心、私16番の人なんですけど、もともともういないから、みなみさんのところとかそんな感じでみんな違かったです。緊張してた。明日も緊張する。ちょっと一人だから、なかなか完食。
よろしくお願いします。ヘルプミーで、ね、短い毛を頑張って引っ張ってもらって作ってもらいました。この前さ、研究生ツアーの頃の写真見とったら、アイコの髪が短すぎて、うん、びっくりした。なんかだんだん短くなっていくけんさ、うん、マネージャーさんに、うん、あれ短くしすぎじゃないって一瞬止められて、廊下歩いとったら、うん、え気のせいですよって言って逃げたあははみたいな感じで逃げた逃げれるんやあれ、うん、絶対逃げること逃げられない髪の毛の短さになっていっとったのになんか勝手にさ、うん、なんかロングから短くしていったらさ、うん、結構なんか怒られるっていうか、うん、言われる、うん、うわあ、そうそうそうけど、うん、覚えとる。なんかブルーライブやったんよ、うん、でえちょうどそのあれかな、昇格、え昇格のやつってさブルーライブでもやったっけ。やった。あそう、広島のね会場の時に、うん、なんか結構これぐらいにめっちゃ大胆に切ってここからここぐらいかな、うん、したらあれみたいな感じで肩ポンって止められて、あやばこれ怒られるやつやって思って、あのマネージャーさん、えそうあれアイコみたいな感じでそう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 あれアイコんみたいな感じで言われて、あやばいこれ怒られると思って短くなったみたいな言われた時にちょっともう足早に逃げたスッてスッてかわしたそう短かったよね、うん、おもろい。この前のさ3人で配信した時思ったけど、うん、おもろいエピソードが、うん、そう山のようにあります。私はね意外とね意外となのかどうか分かんないけどちょっと隠れヤバ女なのでなんかリネちゃんとはまたちょっと違う、うん、あのやばい感じ、なんて言うんだろう暑い、うん、帽子抜きたいけどこれ脱いだらもう見せられない全然隠れてない、いや隠れてますうん、ここはしっかり者みんな、えっていう風に見られるんやけど、うん、違うや、うん、全然そんなことない、違うらしい愛子ちゃんの中身はリコチ、いやそれはそれはちょっと違うんじゃない、リコチはリコチでまた別の、うん、2期生は個性ですからね、うん確かに5年間確かに個性すごい、はい、確かにね。あそう今日は2期生の周年の告知の時に愛子隣だったから、あおっとおっとこのこのまだ、まだ分かりませんそうなんかファンの方に、うん、全然言えない状況だから今、うん、そうだよね、うん、いつがいつまでいつまででとか、そうそうそういつまででとかはまだ言えないから、今は楽しんでいこうそうなんですよ、うん、今キューピーコアゴールドアルファで商品紹介で、ああ今日は速攻元気なかったな。そうだよ、えアンバサダーみたいなやつやったっけ、うん、え違う違う、えそうなんや、そうなんよ、やってそうなのにユキリカとか、あユキさん、ね、ヤンヤンチコヤンチコくる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 リネはリネはリネはチコ、あ、そうなんや、え、意外だね、うん
リネとリネとパセリはなんか速攻元気持ってそうよ。写真だけは一枚撮ってる。毎回持って帰ってる。うん。そっかそっか。こんばんは。明日は晴れるかな。明日は寒いのでしょうか。なんかちょっと寒いらしい。今日も寒かった。うん。広島めっちゃ晴れとったのに、ね、うん、こっち来たらちゃうもんですね。薄暗寒さみたいな感じ。うん、ギフトありがとう。東京寒いの？うん、若干寒いよ。寒いです。晴れますように。あいこと言ったら続きますか。はい、やっぱ5年やってますね。でもなんか何やろう、2期生は結構めっちゃなんか素の自分で折れるっていうか、うん、例えば後輩ちゃんが折った時に、別にそれが偽りとかではないんやけど、わかる。なんかなんて言うんやろう、ちょっとこうなんか先輩ぶるわけでもないけど、 なんか、うん。うん、あ、そう、ちゃんとしないとみたいな、なんかそういう力が入るんよね。うん、いいけど、なんか2期生通るときは脱力してる感じ。また先輩と話すときは、うん、それはそれでちょっとこうなんか、うん、なんだろう、いい自分を見せようとか。え、そうそうそう。また違う。うんうんうん。そうなんよ。うん、でも2期生はね、言ってもそんなに一緒になんかやったりっていうことも最近はないからね。確かにね、ないよね。コロナ禍だったりして、確かに国体終わったりしてからあんまり一緒になることなかったりして、うんうんうん、それがよりなんかいいのかもしれない。それはあるかも。そうやね、もう最近ないよね。なんか前はね、うん、毎日会ってたからさ、前まで、うんうん、なんかありがたみを感じられてなかったのかもしれない。もう当たり前、家族みたいなの毎日会ってた。確かに。そうやな、久々に会ったりするから。うん、24時間配信をねお願いしたんやけど。そうだよ。無理なの？なんか分からんって感じで。どう分からんのよね。2期生とマネージャーさんのいるグループで、うん、アイコが発表した後にリコちゃんだけどね、あ、そうそうそう、アイコ姉が発表する前に24時間配信お願いします。そうなんです。できたらいいけど。でも長縄跳びはもういいかも。あ、もういいね、あれは。あと寝起きが綺麗。あれもいいね。寝起き時間がちょっと長かったと思いません。うん、はい、あれはちょっと不思議な。長縄跳びあれ何回最高で跳べたっけ。なんかもう4回とか3回とかの、なんかしょぼかみ。ちょっとしょぼかみ。多かったからね。うん、そうよね、全然取れなかった結構だよ。うん、私縄回してた気がする。え、すごいじゃん。え、なんか一番力使うやつじゃん。え、なんかそれで、うん、なんか順番覚えとるんよね。なんかリンコが前におって、でさ、なんかさ、飛べん人ってどっちかって言ったらさ、あの縄が高くない方がいいやんか。うんうんうん、ゆけなんかなんでここおるんやろみたいな感じで、なんかリンコを見かったやリンコ。そう、なんかあーみたいな感じでなっとったけん、うん、なんかもうちょっとなんか真ん中の方行ったらいいのになとかって思いながら。でもその時まだなんかリンコをいじれる感じじゃなかったから、頑張れ頑張ってみんなみたいな感じで。なんか
懐かしい、リンコ、ホライコ、卒業公演やるときは来てくれるって言っとった。マジ？うん、リンコ、うん、リンコアイコ見れるの？リンコアイコ、どういうコンビ名？うーん、リンコジ、わからん、リンコジなんか、え、でもなんかステージに出るとは言われてない、うん、見に来る？そう、見に行けたら見に行く。何もなんか試験だとか、うん、なんか大事ななんかあれがなかったら行く、うん、行けるけどって言って、そっか、出るとは限らない、うん、そう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 、トトトトト、行けたら行く。でもさ、その濃いやつやん。こうやって来てくださいな。大学の試験？いや違う違う、言えない、秘密。何か運転免許かもしれないし、なんかね、うん、なんかあるかもしれない。ちょうど海外にいるかもしれないし。そうだ、前回は海外から来てくれたね。あれ何やったっけ？あれ沖さん。ああ沖さんのやつか。あ、ダブル子。あ、どんどん子が減りますね。もうリコしかおらんくなるやん。本当だよ。うわ。今日僕らの進化するとさ、うん、真ん中4人がさ、うんうんうん。うん、感じ当て花から高崎彩子やなと思って、サルちゃんおったから。そういうことか。ほんとや。え、ほんとや。え、あ、なんかレッスンの時に、ね、うん、何面なんやろとかさ言っとったけんさ、え、確かにそうやと思って、その後何も考えてなかったけど、高崎彩子。偽物高崎彩子。え、ほんとや。あや。サラのさ、高崎彩子。あやじゃないけど、あやじゃないけど、あや。感じが。うん。そっか。春夏秋冬は高崎彩子でやれたんだ。じゃあ。違う世界線の高崎彩子です。なるほどね。じゃあ次はリコが入るね。あ、そうね。うん。サラリコ。サラリコ、え。そして隠れ家も。隠れ家も。隠れ家も。うん、この度。ズームがいつまで続くのかが気になって。確かに。同じ部屋でズームしてるんです私たちって。うん。でもサラちゃんとリコチが入ったら全然雰囲気変わるね。ね、うん、勝手にも入れる方向。本当や。タンタンタン、こんばんは。飲みたいから、ね、爆睡できそう。爆睡したい。でも明日もゆっくり、意外と。うん、めっちゃ朝早いわけじゃないから、うん、よかった。はい。うん。ドラドラドラ。うん。前もやったんよね。明日のやつ。あそこの天王洲キバ。あ、一緒？一緒。あ、そうなんや。あの川沿いの。うん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 。そう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 。楽しみだけど、なんか一人って変な汗かく、うん、緊張するよ、うん、そわそわです。ベートーベンさん呼んだ？うん、おお。私はちょっとベートーベンさん、あの今回ベートーベンさん私のやつにはいなくて、はい、あら。あら、なんか
私のファンの方ね、普通にベートーベンさんのね、ライブ行ったりするファンの人多くてね。あ、そうなの？見たいかなと思って。あー、なんかゲバントとかでやっとったりするよね、漫才ね。確かに確かに。いや、あの、お呼びしたいなとも思ったんですけどなんか最初で最後かもしれないっていうのを聞いて、あ、じゃあなんか一人でやってみようかなって思って、ちょっと挑戦することにしました。本当に一人でやることにしました。私も最初さ、うん、前回来てくださったから今回一人でやった方がいいかなと思ったけど、なんかトークとかが、やっぱ一人だったら心配で。あー、確かにねそうかも。芸風が苦手な、あ、違いますよ違いますよあの、違う意味があります、理由がありますよまあ配信ないからね。そうですよ、現地会見。私さ、もうホームシック始まっとるよね。そうだ2週間ぐらい早いってさ、毎晩泣いててさ、今日さ、楽屋でさ、みんながこう喋ってるの見て、もうしばらくこうやってみんなと会いたくなると思ったら、寂しくて涙が出て。あ、そうなん。頑張ってね、パセリは初舞台、初、東京初舞台ファイト、本番はいつって言ったっけ。11月13日11月13日14日15日17日。あ、そっか、そんなあるのか。ファイトだ。さっきも配信始まる前に大根舞台やったことあるから、いろいろそう聞いたりしてました。うん、でもやるしかないから頑張ろうねって話が続きましたでも私もそんなにやったことないかも。何日か9日だっけ。そんなやったことない、すごいわ。でも私パセリの演技すごい、なんか上手って言ったら、上手っていうのか、なんかめっちゃ自然。前、見た時、あの船のやつで普通に見てて、なんか、すごい自然だったから、めっちゃ楽しみよ優しい頑張る。うん、盾とかするん。何もわからん私盾やった時めっちゃ苦労した。本当、これが、なんかもう下手すぎて、もうなんかあの動きめっちゃ変わることになって、めっちゃなんか優しい動きになって、なんかこれぐらいこんな本当はもっとこういうやつだったんけど、ちょっとね変わって、今もさやかにやってるよね。あ、そう、ね、言っとった。大変な、絶対真似とかできる。そうね、どんな感じなんだろうね。ホームシックとかなる。ホームシック、あー、どうやろうね。半分半分やった。なんかみんな元気かなみたいなのと、なんかこういう挑戦も楽しいなっていうのと、でもまあ情緒は少し不安定に なったかな感情が違う。うん、そう、いろんな感情があった。これが外仕事なのかっていうやつと、メンタルを安定させられるようになるか。そうやね。
メンタルが一番大事よ。そうだよ、うん、来てくれて、来てくれて、なんかそういうさ舞台とかでさメンバーが見に来てくれとって、うん、来てくれたら安心感がすごい、なんか終わった後とかに、うん、みたいな感動の再会。そう、感動の再会、なんか私が初めて出た時の舞台でユミリンさんがなんかちょうど東京って見に来てくれとって、うん、で終わった後にえすごい良かったよみたいな感じで言ってくれて、ユミリンさんってなった安心感、そしてありがとうございます見に来てくれてくださってみたいな感じだったそれ経験したい、早くただいま、そうただいまみたいな気持ちになる始まってもないのにまだこんばんは、49分、もう疲れたかももう疲れたかもあれ、うん、キューピーコーは飲んで、うん、これなんか聞き目が、聞き目がとか言ったな、ちょっとあ、ちょっと回復、おお、すごいすごい、すぐ聞くじゃん、うん、オッケーです。回復しました。いい飲みっぷり。イエーイ。確かにカフェイン入ったら寝れなくなっちゃうんだよ。あ、やばい。やばい。明日頑張ってね、見に行くからありがとう、見に来てね、当日券があります、なんとなんと当日券はありますがファンクラブ会員しか申し込めないそうです。そっか、え、なんか当日券やったらさ、うん、もういいんじゃないか、ね、それはまあ、うん、一応、うん、楽しみすぎて寝れません。嘘、本当に。じゃあ練習しないとギリギリまで。ちょっと頑張ります。明日。うん。そうそうそう。ファンクラブ限定です。夜行バス？夜行バス？今なくなってます。無事にたどり着いてください、ありがとう。うん、あ、2人とも行く人おりそう、おりそう、うん、意外と。でもそんな何のこと一緒のじゃないか、うん、え、なんかめっちゃサーヤンとパセリをしてる人の割合が多いかな、うん、多いかな、なんか私とパセリって意外と、まあ、いらっしゃるのはいらっしゃるんですけど数名かな、うん、数名、うん、でもね、うん、そう思
の、うん、そうなんや。チャートリーだからかな。ああ、見る機会増えるからかな。そういうことか。くる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 さやくる推しか。うん、うん、そっか。やっぱユニットの影響大きいね。スタジオ、スタジオは私さ、本当になんか他のメンバーと被りがなくて、スタジオ、なんかね、あ、ミケさんとか、あ、ミケさんは、うん、おったけど、なんかさ、アリちゃんのファンは、うん、絶対私おさんと思うし。なんかさこちゃんのファンの人も、うん、絶対私押し、一緒に押しとったら逆にびっくりする。共通点がないってこと。うん、あと池ちゃんも、うん、あんまりない。へ、うん、あ、でもたまにいるかな。へ、であとはシミサラチャンネルも違う、あんまり、うん、じゃあ本当に被らず、うん、あんまり被らないんだよね。ファン推しなんで、では、誰かな、ではない、ファン推しではないけど、ね、でもね、あ、でもみちさんがいた時はみちさんが多かったかもしれない。うん、うん、そうね。誰かな。あとリンコがおった時もリンコとイメージある、うん、してくれてた人もいる。リンコ15分サカツじゃないよ。髪の毛爆発抑えかつでーす。うん、あと4分です。サカツじゃないよ。サウナ好きだけど。サウナ好きなの。うん、意外と好き。最近は行ってないけど。じっとしとける？サウナ？うん、うん、結構しとけれん？うん、そうそう、そっか。え、でもなんかじっとしてしとけれそう。え、無理よ。え、無理な、うん、そうなんや。無理。私意外と、うん、壇上読むの、あいこ、あ、読もうかな。そろそろ読まんとやばいよね。どうぞ。はい、じゃあ行きます。13位マジックさん、ありがとう。12位アーリーアット山口さん、11位りょうさん、10位マグさん、9位ズーミンさん、8位サーポン、7位おみかんさん、6位ウリンちゃん、5位なべなべ所長、4位くじますさん、3位ウミガメさん、2位ハイキーさん、1位はカタカラのタカさん。ありがとう、たくさんのギフトとコメントありがとうございます。13位ゆうちょさん、12位ふくちゃん、11位しんいちさん、10位おみかんさん、9位マポスさん、8位ミシアン、7位ゼさん、6位ゼットさん、5位ワウワウさん、4位フェリスさん、3位あやくもさん、2位りっちゃん、1位じつさん、ありがとうございます。ギフトもありがとうございます。コメントもありがとう、ありがとうございました。あと2分あと2分、うん、え、何壇上、あれ、いや、
買ってない？まだあったん？え？あ、そういうことか。あ、そういうことね。アイコジルームの方で聞いた名前が呼ばれてたから、うん、あ、ダンジョンが変わったわけではなくて、なんか親っていう DD 魂の件についてですね。そういうことか。なるほどね。うん、まあまあまあ、それ言われなかったら私あんまり気にしてなかったのに言っちゃうから。そういうことか。いいよ全然、いいよ。先越し、先越、はあ、じゃあねみんな、おやすみ、また明日ね。